このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は美人猫のラブちゃん、見つめられると胸キュンということですね。今ラブちゃんにね、見つめられてるんですけれども、ラブちゃんね、あんまりね、アピールとかはしないと思うんですけれども、こんな感じで今回みたいにじーっと見つめてるっていうことがね、多々あるんですよね。そういう時はね、こうやって慣れてほしいのかなと思って、猫兄さんもこうやって今やってるんですけれども、どうです、とっても綺麗な顔してるでしょ、ラブちゃんね。あくびして、甘えてますよ今。お尻をカキカキされるのはこの子嫌いなんでしょうね。ねえ、噛みましたね。もうやめろみたいな感じで。ちょっとイカ耳な。でも舐めました、舐めてくれましたね。撫でられるのはすごい好きで、ただお尻のあたりは嫌なんでしょうね。レディーに何をするのみたいな感じかもしれないですけれども。さすがお姫様ですよね、ラブちゃんは。うん、またペラペラしてくれてますよ。癒されるな、この子は。あ、また、猫にはついやっちゃうんですよね、お尻付近を。今回のお店は、大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。ちょっとおもちゃの方見せてみますよ。おもちゃといってもね、これ壊れてるんですけれども、ラブちゃんこれ実は好きなんですよね。ということで、このなんていうんですか、サークルっていうんですかね、その穴に棒を突っ込んでみましたけれども。するとね、やっぱね、遊んでくれるんですよね、こういう。だからこういう穴があるとね、面白いですよね。で、その時に興味を持った後にね、こうやって近くに持っていくと、こんな感じでいっぱい遊んでくれるので。なんかね、周りの猫ちゃんが集まってきてたんですよね。で、別のおもちゃで遊びますよ。どうでしょうか。首を動かして興味は持ってくれてますよね。遊んでくれましたよ。で、ね、周りまたね、囲まれてるんですよね。でもね、さすが お姫様だけあってね、ラブちゃんが遊んでるときは周りの子は遊ばないんですよね。なんかじーっと見て、僕も遊びたいな、みたいな、そんな感じかもしれないですけれども。その場からあんまり動かないですけどもね、結構遊んでくれて楽しいですね。かわいいな、これもね、このおもちゃ気に入ってくれてよかったですよ。カミカミしてますね。横に子猫ちゃんが来てくれてたんですよね。いっぱい一緒に遊ぼうとしてるのかな。ラブちゃんといっぱい遊べて本当に楽しかったですよ。最後なでなでしますけれども、ちょっと噛まれちゃいましたね。それでも可愛いですよね。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫のえにわさんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。